浅い浅い。全然気づかずひそこ出してしまいました。港の中 1.1 だったです。怒り砂まかなくてよかったです。あれからも寄島沖やってますけど、ヒラメとか撮ってますね、みんな。まあ GoPro なんで見えないと思いますけど、肉眼では見えてます。あの辺にみんな固まってます。あと下駄差し網が出てきたんで、今日はちょっともう少し沖へ行ってみましょう。お、ボラ。目からダメダメですね。岩玉がない、取れちゃってる。あっちの方へ。もう左側は入ってないでしょうね。ここでもゴケット2つ、ゴケット3つ、なんと。でももうあのゲタの差し網が沖に行き出したんで、前ほどの喜びはないですね。おーで、おー、カニ、ロッキー。やりました、俺のおかず。この刺身がめちゃくちゃうまい。とりあえずちょっとあれを直しましょう。出発から参りましたね。だからロープも切れたんですね、引きすぎて。シャックルがですね、砂地をやってるとちびて切れちゃうんですよね。まあこれ付け替えるだけなんですぐです。今真鍋島の横まで来てますけど、大して良くなかったですけど、これも刺身にして朝ごはんにしてみます。今までピンピンしてたんですけど、やっぱり夏ですからすぐ上がっちゃいますね。今度はガサ入ってますんで、道具がちゃんといったようですけど、いるかどうかは別の話です。やっぱゲタはいるんですね。いいんですよね。一番多いとこはちょっと小川でやれませんけど。お、なんか、なんだあれは。ナイロン袋でないことを祈ります。よしかー、ヒラメ。やりました。大アマテも、もう時期的にとても貴重です。掘らしてもらえへん、ぬるぬるで。よいしょ。2番目からヒラメないっす。1番目にもカニいたし、いるようなとこじゃないとこでいましたね。あとはゲタとエビで、イカの子供、子供じゃないや、イカの卵。ちっちゃいんでハリイカでしょうね。これシリアケイカのやつはもっと黒色ですね。でモンゴのやつはもうこれの何倍も大きいっす。チヌはちょっともう痩せてるし、小さいのであればもうリリースしましょう。ナイスナイス。おお、ここでいるんですね。まだ深いところには。やっとそしてエビが見え始めました。もう手巻き当たるんならこの辺辛抱しようかな。もうちょっと大きいとね、相場するんですけど、ちょっとのサイズでね、値段が全然違うんですよね。あ、まだ入ったのか。畳ミックス。こちらはゲット。でも出た。おお。今年取った中で一番大きいのでは。悪くないんで、ちょっとまた U ターンしています。さっきからずっと。
い子たちが逃げて帰ってきます。ここでびっくりですね。やっぱり深いところにはまだいるので、しかもでかいし、ゲタの刺し網がもうたくさん取ってくるんで、ゲタもそれほどじゃないんですけど、でもサイズがでかいんで、さっきからずっとこのサイズならもう全然ありですね。海の声してますね。おー、あれ、海いいですね。こちらに一番いいサイズ、もう一番喜ばれるサイズ、このサイズが上がってるんか。これたまにこれでカチカチになって、もう全然息してくれない時ありますからね。呼吸してくれない時は、これが元に戻らない時あるんですよね。おー、なんか上がってる。悪くない。なかなか悪くないです。お、これは拾って良さそうなチルですね。深いところにはいるんですね。ここは20メーターから30メーターぐらいなんですけど、ずっと自分がやってたとこはもう消えちゃいましたけど、他の寄島沖とかサミ沖は深いところにはまだいるんですね。久しぶりに見たら食べたくなりますけど、今日はもうおかずはキープできたんで、今日はやめときます。下から風が吹いてるんで、あそこ寄島ですけど、ちょっと丘入れたら波がきついですね。この網はちょっと2目狙いです。
これ袋の中じゃないですね。うわ、しかもでっか。さっきからずっとエビばっかりの波がついてたんで、カニが見れて、やっとカニが見えました。あれ、取れますかね。やっぱりエビばっかりであることは変わりない。取れた。でっけえけど色悪っ。年寄り。まあでもいい加減目方ありますね。ただオレンジが薄い。でっか。もうかけた。あった、もう一枚。おこせまで入るときってやっぱ一個ですね。ちょっぺんに来ますね、いいもんで。ずっとエビばっかり拾ってたんですけど、2時間ほど。やっと魚と光が見えました。よいしょ。こっち来てちょうだい。これはナイスでした。取れたもんじゃん。うん、取れてます。今日これだけ売ってくれたもんです。はい。そして、はい、撮影してないの落ちてきました。なんか足が一本食べられてます。あれ、まあ、ほんまに一本ね。ハムにやられるかな。2本やられてる。いいえ、もう大変だ。もういいよな、なんかこういうの。2本、3本やる。3本もやるとったら、うん、半値とはいかんけど。安いな。今日の朝ごはんは刺身です。はい、よろしく。はい、はい、そしておかずはほぼ、夏はだいたい起きた日の朝はだいたいほぼがの刺身ですね。こちらマトウダイ。マトウダイ刺身は初めてやな。普通に煮付けで食べたことあるけど、食べてみんよと思って。そしてすだれ貝はお味噌汁、しょっぱいんで白味噌にしてみます。今日も北海道から送っていただいた西洋わさびをスリ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 したいと思います。うん、ではですね、やっぱほうぼうからいただきたいと思います。贅沢部位。前から続けるおいしい。やっぱりほぼな、夏ほぼうまいですね、やっぱり。まあ平らじゃ、まあこれうまくて当たり前なんで、レビューはいらないと思いますが、美味しいけど、やっぱり平らじゃ冬ですね。夏はちょっと粗くなります、繊維が。冬の方がなんかこうぎっしり詰まってる感じです。ではマトウダイ行ってみましょう。刺身では初めて食べますね、これ。うん、なんて言ってんじゃない。今まで食べたことない刺身、どれにも似てないな。これだけ白身なのにバリバリの歯ごたえなわけでもなく、噛んだらちょっと溶けるような感じで美味しいかも。これは好きかもしれません。自分はほぼと張るな。
ぬめってした感じです。ただ味はそんな濃い感じじゃないですね。ホウボウの方がやっぱり味は濃いですね。甘みとかが強い。歯ごたえもホウボウの方がありますね。もう最近これにハマっちゃって、でも朝料理うまい。この身がたまらんのんです。これが本当にうまい。ほんとうまい。これ今日は休みですけど、明後日からまた頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。